それでは今回は化学変化と電池についてやっていきましょう。はい、ではね、有名なちょっとねボルタ電池っていうのを作っていきましょうか。お願いします。はい、使うものはですね、はい、銅板と亜鉛板ですね。はい、はい、これを水に入れるんですけど、はい、はい、こういうねスポンジみたいのを切って、はい、はい、そしてそこに差し込みましょうか。まあ、ちょっと手を切らないように気をつけてですね。そうですね、ちょっと危ないですからね。はい、で、あの電池を作るときにはこの表面はねしっかり磨いておきましょう。ちょっとね酸化物ができていたりすると反応が悪いので。あ、なるほど。そしたらですね、はい、こちらに精製水、水がありますので、はい、そしたらですね、こちらにプロペラとか電子オルゴールがあります。はい、じゃあこちらのね金属板にプロペラや、ね、はい、電子オルゴールをちょっとつなぎます。はい、銅板をプラス亜鉛板をマイナスにつなぎます。はい、はい、そして水の中に入れます。はい、そうすると何も起こりませんということでね、はい、うん、ただのね精製水、水に入れても電池にはなりません。これなったらすごいんですけどね。さすがにならない。さすがにならない。はい、はい、でこちらにですね、はい、これは、はい、ほぼ見た目が同じの、そうですね、はい、こちら塩酸ですね。薄い塩酸。見た目が同じですけど全然違いましたね。そうですね、はい、はい、ちょっとこれに入れてみましょうか。はい、はい、では入れてみます。はい、3、2、1。はい、ということでプロペラが回り出しました。回りましたね。ってことは、うん、電気が起きて電池になっているということですね。はい、で片側見てもらうとなんかねプク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 泡が発生してますね。亜鉛板の方ですかね。そうですね。なのでこれね亜鉛板が溶けてで亜鉛イオンになるんですね。うん、その時に電子を出すので電子がこの導線を伝ってプロペラを回して反対側の銅まで行っていると。で電子の流れがねこのプロペラを回している電流になりますので回しているということになりますね。うん、はい、でだんだんと遅くなってきてしまいました。ちょっとせっかくなんでねこのまま電子オルゴールいっちゃいましょうか。はい、はい、ちょっと一回出しますね。はい、で今度はちょっとじゃあオルゴールも鳴るかどうかやってみましょう。はい、3、2、1。いきますか。拾ってるそうです。大丈夫だそうです。OK 出ました。本当ですか。OK、何の曲かは分かんないですね。まあ鳴ってるってことは電気が流れてると。はい。はい、ちょっとねプロペラが回ってるんですが、はい。はい、これね亜鉛のところからねブク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 気体がね発生してます。これ水素ですね。はい。はい、でだんだんとプロペラ回りにくくね回転が遅くなってきてしまいました。はい、これはですね水素がこの亜鉛板の周りについちゃうので、うん、まあ、だから液体と触れてないわけですよ。あ、水素が邪魔をしてるってことですか。そうなんですよ。はい、それでね分極っていうあの現象が起こって電気が流れなくなってしまうということなんですね。なるほど。はい、この欠点をね、はい、克服したのが、はい、ダニエル電池と呼ばれるものなんです。ほう、はい、で、まあ、僕たちの、ね、学習指導要領の時にはなかったですね。なかったです ね、ちょうど 2,3、はい、年前学習指導要領改定の時に新しくできてきた電池ですよね。はい、はい、なのでね、はい、こういうふうにね途中でできるだけね止まらず長く持つ電池ダニエル電池作ってみましょうか。はい、ではちょっとダニエル電池作っていきましょう。はい、はい、一応念のためあのゴーグルしときましょうか。あ、はい、はい、目に入ったらね危ない薬品なので。あ、分かりました。なので皆さんも実験中にね目に入ったらすぐ先生に報告してください。はい、ね、安全に実験していきましょう。はい、まあ、こちら半透膜というものがねつけられています。はい、セルロースチューブですね。セルロースの膜ですね。はい、はい、ちょうどですね、まあ、こういう2つの水槽に分けられているんですけど、はい、こちら側の水槽には銅板を入れます。はい、はい、でこっち側の大きい水槽には亜鉛板を入れて、はい、でこう中に入れるんですよ。でこの半透膜で間の溶液2種類の液体は、うん、触れ合っているという状態になりますね。はい、まあ、混ざらないっていうことですかね。はい、そうですね。はい、2種類の薬品が混ざらない状態にするということですね。はい、はい、でまずじゃあ大きい水槽にこちらですね、はい、硫酸亜鉛水溶液入れていきます。はい、こちらの小さい水槽の方には硫酸銅水溶液入れていきます。硫酸銅ですね。硫酸銅毒ですね。すごい綺麗な色をしてるんですけどね。ねえ、
もう毒ですよって警戒色かもしれないですけどね。なるほど。はい、入れました、はい、ちょっとこの2つの水位は揃えていきましょうか、はい、さっきね、あの空気があると触れ合わなくて電池が途中で、はい、水素ができて、はい、あの反応ができなくなるってやつですかね。そうですね、電池が、ね、はい、弱くなっちゃうっていう話があったんですけど、ここの膜の間のところにね、空気が入っちゃうとちょっと反応しないので、はい、あ、これ太い、ちゃんとね空気を追い出しておきましょう。あ、なるほど、ここの間ですね、ここに空気があると反応の邪魔になるってことですね。そうなんですよね、もう液体と液体が触れ合ってなくちゃいけないので。うん、ではですね、はい、こっちの葉の硫酸亜鉛水溶液の方には亜鉛板を、はい、硫酸銅水溶液の方には銅板を入れます。はい、はい、そしてこれをつないでみますね、はいはい、プラスを銅、マイナスを亜鉛板につなぎます、はい、そうすると、はい、回りますね。でもさっきみたいに、うん、その亜鉛板の方からブクブクしないんですね、そこまでは、うん、そうですね、全くあのここからね亜鉛から気体は発生してないですね。そうですね、うん、はい、ということで結構ね長い間回してますが、はい、ずっと止まる気配がないまま回転してるということで、そうですね、さっきすぐ落ちましたもんね回転数ね。なのでね、ボルタ電池よりも優れた電池がダニエル電池なんですね、はい、だここはイオンは移動できているところですもんね。そうですね、ここが半透膜なんでイオンは移動できているっていうことですね、うん、で一応これ今電流が流れている原理としては、うん、亜鉛板の亜鉛イオンが外れて、うん、電子が発生してそれが移動していると。そうですね、で塩化銅水溶液の中の銅イオンが電子を受け取ってるんですよね。そうですね、でそこの電子の流れが起こるから、まあ、反対ですけど電流が流れてる、はい、そうで、だからこれ今まだ長時間やってないんであれですけど、うん、そのうち亜鉛イオンにどんどん外れていくから亜鉛板はボロボロになっていく、うん、はい、で銅イオンの方は、銅が付着していくので、うん、どんどんこの前に銅がくっついていく、そうですね、っていうなっていくんですよね。さっきみたいに水素の、弊害がないので、うん、長くは持つっていう。そうですね、うん、なるほど、そういうことですね。ちょっと電子オルゴールやっておきますか。はい、なるかな、はい、電子オルゴール、あ、さっきより全然鳴ってますよ。すごい鳴ってますね、はい、曲が分かるくらいに、はい、やっぱりダニエル電池は優れているという、ね、そうですね、しかも結構時間経ってますからね、これもね、結構回してるのに全然違いますね。さっきの電池だったらもう止まってるかも、うん、聞こえないかもしれないですよね、本当に、はい、もうかすかな感じでしたもんね。今多分編集入ってるんで短くなってるかもしれないですけど結構経ってるんですよね、もうこれやってから。そうですね、そう、もう電気電池ねないかなって思っていたのに結構残ってますね、ちゃんとね。やっぱりこれだけそれなりの電流が安定した時間ちゃんと供給できるっていうのはやっぱり優れたところなんですかね、うん、そうですね、優れてますね。はい、ということでね、はい、まあ、皆さんね身近なところで電池っていうのはねすごく使ってるかと思いますが、はいはい、昔からねちょっとずつこういろんな研究者が開発しながらこう進化してきたということですね、うん、はい、